なんでゲド戦記は面白くないのかという原因を自分の中で物語化してみたって話なんですけども、あの、面白くないにはですね、えー、まず監督が未熟だからっていうのがですね、これ確実にあります。これはもう宮崎五郎さんには申し訳ないんですけど、あります。手抜きシーンですね。えー、っとですね。 ゲド戦記は、ゲドというマ、ま、の名を持つハイタカというやつが、まあ、主人公じゃなくてサブキャラなんですね。でそのハイタカが、えー、ホートタウンというですね、港町の近くに来るシーン。船に乗って、で船をですね、砂浜によいしょって押し上げます。で、よいしょっと押し上げて、次のカットで見ると、船が砂浜にめちゃくちゃもう乗っかってるんですよ。ちょっと押してるだけなんですよ。 あの、砂浜に降り、来て、降りて船をですね、2秒ぐらい、よいしょっと押してるんですよ。で、ところがですね、カットが変わるとです、ね、砂の上にめちゃくちゃ乗ってるんですよね。これはあの、アニメーターが手を抜いてるわけですね。いわゆるエコンテでこういうふうに指示されてる時は、船がこの全体2メートル以上ですね、3メートルぐらい砂浜に上がるぐらい、 力強く押す演技っていうのをしなきゃいけないのにですね、えー、アニメーターが監督のことを舐めて手を抜いたわけですね。だから、ここで軽く押して、そのまま船が乗ってる演技になると。これは単純ミスです。